荒井からいや、止まりません。うわマジか。さあ、左荒井残す。荒井と松田のマッチアップ、かわして、うん、ここに荒井、荒井タズ突破、入っていく左足のクロス、はい、逆サイド小泉のヘディング対応です。セカンドボールもう一度取り返して待ってチャンスえぐって荒井切り返す左足のクロス真ん中、うん、これもいいカットですね。荒井選手の高い位置で奪いました。荒井瑞希切り返す、もう一度切り返す、左足でクロス、うん、頭で合わせた、うん、2人になっています。プレッシャーかけてくる、さあ取った、今入った、その荒井です。荒井を折り返し、いいボール入ってきた、うん、はい、もう一度このクロスに行って、その荒井が上がっていきますけれども、ここは江口蹴り返そうとするところ、荒井前を向いている、1対1の状況、さあここはシュートイン、荒井瑞希です。ドリブルもあるカットイン、得意のカットインから荒井瑞希、今収まって右荒井瑞希、周りは佐藤亮がゴール前4人入っていきます。荒井仕掛けるチャンス、荒井のフィニッシュ、そして前ボールの時間も作るという感じでしょうかね。ここもやりきります。仕掛けてバカー、荒井だやっとだ、フリーで荒井が受けた、何度もこのシーンを見ています。荒井切り込んでシュート、うん、ここはカットされます。荒井瑞希ダブルタッチでかわして、そうですね、3対2つ南オセルがシュート防ぎます。前で欲しがってるのは小池、シュートが入りました。ちょっとキーパーのチャンスですかね、あのコースは、先制東京ヴェルディ荒井、ところを見せました荒井瑞希、お疲れ様です。